はいどうも、旅人 IT ライターサトルです。今回は JAL 国内線ファーストクラス機内食羽田福岡、JL307 の動画をお届けいたします。こちら黒むつの塩麹焼きになってますね。でかまぼこがこの鶴の形になってるのが超かわいい感じ。それからお味噌汁と、ポテトサラダ、これがね明太ポテトサラダになってて、これがかなり美味しかったです。それと炊き合わせ、大根、さつま揚げ、結び、白滝、缶ずりと、あとフルーツ盛り合わせですね。このフルーツがいいよね。でまず、黒むつの塩麹焼きをちょっといただきますが、かなり油が乗っていて、塩麹で焼いてるんで、まあ、あっさりかなと思ったんですけど、かなり油が乗ってて美味しかったです。でこのご飯がね、北海道の高級ブランド米ふっくりんこを使ったご飯ということで、なんか前に食べたこのご飯よりも、前はねちょっとべちゃっとしてた感じがするんですけど、このご飯もねほんとふっくらとしてて、食べてて美味しかったですね。このご飯なかなか良かったです。それからポテトサラダに行こうとしてるのかな。そう、これポテトサラダがね、そのそばにねリコッタチーズも乗っていて、ポテトサラダとリコッタチーズ、これ合わせて食べるとめちゃめちゃ美味しかった。これもうちょっと山盛り欲しいぐらいだな。これとビールを飲みたい感じ。あとこの炊き合わせね、こういうのをねちょっと箸休め的に食べるといいなと。でフルーツも、まあ、がっつりと全部いただきまして、完食いたしました。朝ご飯食べてなかったんですけども、これで、満腹という感じでございます。で、まあ、食後は紅茶をいただきました。すで、に砂糖を入れてあって、ミルクティーにしてあります。やっぱコーヒーより紅茶糖なんでね、ギュッと飲んで、ごちそうさまでした。